メトロポリタンオペラの本拠地、リンカーンセンターのメトロポリタンオペラハウス1937年11月28日、旧メトロポリタンオペラハウスで行われたピアニストヨゼフ・ホフマンのコンサートにて、ステージ広報からの眺め。リンカーンセンターのメトロポリタンオペラハウスの観客席観客席の金色のカーテンメトロポリタンオペラは、アメリカ合衆国ニューヨーク市に本拠を置く。 オペラカンパニーである。しばしばメトと呼ばれる。本拠地の歌劇場は、マンハッタンのリンカーンセンターの敷地内に立つ、メトロポリタンオペラハウスである。このカンパニーは、非営利組織のメトロポリタンオペラアソシエーションによって運営されている。現在の統括マネージャーは、ピーター・ゲルブ。音楽監督は、ヤニック・ネゼッセガンである。このオペラカンパニーは、それ以前に存在した。 アカデミー・オーブ・ミュージック・オペラ・ハウスの後を継ぐために1880年に設立された。メトロポリタン・オペラは北米で最大のクラシック音楽組織である。9月下旬から5月の年間シーズンで約27の異なるオペラ演目を上演する。これらの演目はレパートリー制をとっており、4つの異なるオペラ作品から1週間で最大7回の上演を行う。舞台は 月曜日から土曜日の晩と日曜日の午後に上演される。毎シーズン、いくつか新しいオペラ演目が上演される。時に他のオペラハウスから借りてきたまたは共有された作品が上演される。オフシーズンには以前のシーズンの作品の再上演が行われる。2012から13シーズンは28演目が計209回上演された。 メトにより上演されるオペラ演目は、18世紀のバロック及び19世紀のベルカントから20世紀のミニマリズムまで多岐にわたっている。これらのオペラは、精巧な伝統的舞台装置を用いた様式から、現代的なデザインを全面的に取り入れた様式まで、後半にわたる舞台演出で上演される。メトの舞台カンパニーは、公共楽団サイズのオーケストラ、コーラス、 児童合唱団、そして助演及びソロ歌手によって構成されている。そのカンパニーはまたシーズンを通して多くのフリーランスのダンサー、俳優、ミュージシャン及び他のパフォーマーも採用する。メトの出演歌手はアメリカ人を及び海外アーティストの両方が登録されており、中にはメトの若手アーティストプログラム出身の者たちもいる。 多くの歌手はカンパニーのゲストとして定期的に出演しているが、ルネ・フレミングやプラシド・ドミンゴのような歌手はメトと緊密な関係を長らく維持しており、毎シーズン頻繁に舞台に立っている。メト創設以来、これまで20名が主席指揮者を務めた。付属のバレエ団、メトロポリタン・オペラ・バレエは2013年に解体された。アントン・ザイドル客中参考文献。 ありがとうございます。